VR= 仮想現実の技術が急速に普及する中国内最大級の企業向けの展示会が開かれていますこちら、レーザーを使ったメガネです中に小さなプロジェクターがありなんと網膜に直接、投射することで映像を見ることができるというんです。 政府が出資する日本政策投資銀行などが開いた展示会には、光を直接網膜に届けて映像を見ることができるメガネが展示されています。この技術によって将来的に視力が弱い人でも物を鮮明に見られるようになると期待されています。あうまくいった、うまくいった。ああ、痛い痛い痛いた。 また、配線作業などを危険の伴う作業を VR で事前に体験し、実際の事故を防ぐ装置なども展示されています。VR の技術はこうした医療やトレーニングの分野で急速に普及していて、主催者はベンチャー企業の最新技術を大手企業などにも広げていきたい考えです。